おはようございます。めざまし朝礼のお時間です。えー、小学校教員の谷安です。よろしくお願いします、えー。私が勤務する小学校でのお話になるのですが、えーとまあ、本校の6年生は子どもたちが今後の将来について考える、まあ、授業というのが毎年3学期、かちょうど今ですね、1月とか2月とか、 にありますで以前だったら地元の警察官とか、まあ、美容師さんとかを学校に招いてお話を聞くみたいなことがあったんですけれど、まあ、コロナ禍でやっぱそういうのがなかなか難しくなった制限されてしまったっていうのが今の現状なんですね。でそうなるとですね子どもが接する大人っていうのが非常に少なくなるんですね。まあ、今までも少ないですけれども、まあ、さらに少なくなってしまうなっていうふうに思います。 でえー、子どもが接する大人っていうのは、まあ、大体親もしくは先生になりますよね。それは縦の関係と言われていますよね。で、えー、友達は横の関係ですね。で、そのちょうど間の斜めの関係、これですね。これはその利害関係のない第三者の大人との接点っていうのが、もうかなり少ないっていう状況なんですね。 まあこれはやっぱりちょっとあんまり良くないまあ問題だなというふうに思っています。えー、まあその世の中とか社会を知る機会っていうのがもう今どんどん減っているなっていうふうに思ってます。でどうやったらその大人とのつながりを持てるのかなっていうふうに考えた時にまあ自分なりのえアクションとしてですねこのズームインタビューというものをまあやってま えー、見ています、えー、2年前やって、去年やって、今年でまあ3回目になるんですけれど、まあ、これはですね、小学生、まあ、6年生ですね、本校6年生の子とさ、えー、まざ、あ、まな世の中の大人をオンラインでまあつないでインタビューをするっていうようなものなんですね。昨年度は、この朝礼だけの学校からも、えー、白瀬さん、たもさん、きなりさんに登場していただいて、 もう本当に貴重なお話を、ね、聞かせていただきました。でえーまあ、もちろんつなぐだけだとちょっとまあつまらないと思うので、えー、13歳のハローワークを、まあ、事前に、ね、こう活用して、えー、興味のある仕事を調べたりとか、2つの職業を混ぜてみようみたいなことを事前にやった後に、えー、たくさん考えた後にインタビューをするっていうふうに、えーまあ、していますで。また今年もこのインタビューを まあ来月ぐらいかなにやろうと思っておりますので、もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひ協力してほしいなと思ってます。はい。さて、今日のお題にいきたいと思います。えーまあ、そんなインタビューに関連してなんですけれど、えーまあ、我らが藤原校長先生に、まあ、たった一問だけ、えー、インタビューできるとしたら、どんなことを聞きますか あこれは、ね、仕事についてにしましょうか。えー、藤原先生に仕事についてたった1問だけインタビューできるとしたら、どんな究極の質問をしますか、はい、これをお題にしたいと思います。でまあ、僕だったらどんな質問を にしようかなっていろいろ聞きたいことはね、あるんです、たくさんあるんですけれど、いや、もうあれかな、これかなって、昨日の夜も考えていたらですね、もう寝れなくなってしまったんで、えーまあ、僕も少量だけの学校の皆さんと一緒にこう究極の質問をね、考えてから、えー、藤原校長先生にぶつけてみたいと思います。はい、ではここまでです。君にならできる